何し、あなたの肌を売り物にして、捨てる。窓は開くはずだった。電気は送られてくるはずだった。音は聞こえるはずだった。
綱渡りのような私という殻は症状のない伝染病を患って医者を探す羊飼いのよう、祈りに飢えた科学者のよう、早く救われよう、救いに行こう。肥大化して痩せ細る私の表面を、あの方の指が私の髪の中に分け入って自意識の表面を洗い流していきます。目を閉じると首筋にもつれた境界線が揺らぎ出して排水口へ消えていくようでした。この永遠に身を預けたい、そう願っていました。私の内側ではすでに始まっていた。私はどこかでそれを知っていた。それを恐れたからなのか、表参道の美しさにあの方が導く先に乗客になって旅をしたいけれど、出発地は剥奪された。一番大きな責任はこの地域社会に尽くすことです。私たちはトレザーバレー放送局、ラスクルーセス放送局、イースタンアイオワ放送局、ミクミシカ放送局、サウスセントラルペンシルバニア放送局、サルトレイクシティ放送局がお送りするバランスの取れたジャーナリズムに非常に強い誇りを持っています。しかし私たちは無責任で一方的なニュースがこの国にはびこっているという困ったトレンドのことを深く懸念しています。 SNS 上でバイアスがかかったフェイクニュースがシェアされることはあまり一般的になっていますし、さらに警戒しないとはならないが、それを全国放送局が
事実の裏付けをすることなく報道してしまっていることです。不幸なことに全国放送局にいくつかは自らの配達や信条のために自分たちのプラットフォームを私物化し人々の流れをコントロールしようとしています。これは我々の民主主義にとって極めて危険なことなのです。Thank you.
ぞ。わかった。行ってくる。駆け抜けていった人々は二度と戻らない。乗客は車窓から二度と同じ風景を見ることはない。都は崩れ、人は焼かれ、記録するもままならない。嵐の中で我が沈黙はどれだけの人を殺めただろう。嵐の中で我が言の葉はどれだけの人に届いただろう。嵐の中で種となり隅の大地に埋もれても
我らは生まれた。空爆後に